皆さんこんにちは、毒蛇がお届けする弘前ローカルニュース。本日のトピックはこちら、弘前ねぷた300年祭、8月6日の駅前運行を見てきたので、こちらをレポートしていきたいと思います。はい、ちょうどねコースがここで終わって、帰る人が左右に分かれるというね、本当にコースの一番最後のところを真正面から見ていたんですけれども、弘前ねぷたは去年一昨年とねコロナのせいで開催できなかったので、はい、久しぶりに毒蛇も見てきました。やっぱりね台数がその前に比べるとまだなんと数がちょっと少ないということはあるみたいなんですが、でも十分にこのねぷた祭りの雰囲気を楽しむことができました。参加してる人たちもね、そう、暑い夜なんですけれどマスクをして掛け声をかけているんですね。お客さんもみんなマスクしてる人多いですね。まあでも本当祭りが久しぶりにできて、そして見ることができてよかったよねって言いながら見てました。はどっちかっていうとこの後ろの絵の方を見るのが好きなんですよね。綺麗な女の人が描いているのでね。そうですね、その弘前ねぷたってこう小さいねぷたから中くらいのねぷた、大きいねぷたっていうのがやってきて、その後にこう太鼓とか笛の皆さんがいて一組っていう感じなんですかね、見た感じ。ちょっと詳しくないんですけど、毒蛇地元民じゃないので、大人になってからねねぷた見たんですけど、あとこう引っ張るタイプのものと担いでるタイプのものとかありますよね。あと扇ねぷたが、扇の形をしたものが主流なんでしょうけど、扇じゃないものもあったりしますよね。あとこの手持ちねぷたって言いますか、ちっちゃいやつ、灯籠可愛いです。スイカの手持ちの灯籠のねぷたがめっちゃ可愛いと評判でしたね、毒蛇の友達の間で。あとこうなぜか生首みたいなのがいますね。結構ねぷたの絵って表はこう戦いのシーンとか、あとおどろおどろしいものがねありますよね、こういう感じで。で後ろが美しいと、あの美しい絵が多いんですけど、後ろもやっぱりこうおどろおどろしい中に美しいものがあったりとかして、なんていうんですかね、この戦感というか、そういう戦いの雰囲気が強いですよね。でこういう風にお客さんの前で表も裏も見せてくれる、こう台を回してね、上だけ回す時とか本体ごと回す時がありますけど、この若さあふれる感じが盛り上がりますよね。目の前でやってくれるとみんなこう拍手したり手を振ったりして、祭りって感じがしますね。いいですよね、こうエンターテイナーって感じですよね、こう盛り上げてくれるのがね。そしてこのねぶたのお囃子ってこの帰り道音楽が変わるっていうので、この団体によってはこの我々がいるところより手前からもう帰りの音楽になっているところもあれば、ここでちょうどね切り替えるところもあって、その音楽も両方楽しめるという意味では、このコースの一番最後っていうのもなかなかオツでしたね。いつもはヒロロの前あたりで見てるので、その戻り の音楽を聴くことがあまりなかったんですけど、やっぱその帰る時の音楽ってこのちょっと物悲しいというか、夏の終わりを感じさせるような曲調だなって思いますね。ちょっと勢いがあるところからちょっと静かになる感じっていうか、嫌いじゃないですね。そしてこのねぷたもね、明かりがめっちゃ明るいタイプのものと、ちょっとこう薄暗い感じのものとか、ろうそくっぽい明かりのものとか、タイプがいろいろありますよね。
絵もね、その描いてる絵師さんによってかなり雰囲気が違いますし、全然詳しくないんですけど、こう見てるだけで楽しいですね。あとね、もう一つの弘前ねぶたの見どころと毒蛇が思うのは、この街中にある電線ですね。電線を避けて、この大きなねぶたが小さくなるっていうか、その電線をくぐるときにいろんなパターンがあって、この上に乗ってる人の役割がですね、こうみんなに手を振ってくれたり拍手をしてって盛り上げたり、この人にこう手を振るのとかも楽しいんですけど、あのディズニーランドで、ね、電車に乗ってる人に手を振るみたいな、ああいう喜びがありますけどねでもかなり重要な役割としては、電線のところでこの上に乗ってる人がそのぶつからないようにこう山車の上の方を収納したりとかね、そういうこともあるんですよね。ここの場合はもう台座自体が低くなっているタイプなんですかね。なのでこのちょうどこの角のところに上に電線があってですね、それを大きな山車の場合は本体自体がこう背を低くする作りになっていて、縮んでいくのもちょっと見るのが楽しいですし、あるいは私の上の方がこう折り曲げられるようになっていて、パカって折って入っていったりするんですよね。で折れた内側がちょっと凝ってたりするんですよね、その私によってね。それも楽しいですよね。これは目だけ光るタイプの、どうやってやってるんでしょうか。勇壮、勇猛っていう感じでしょうか。これはあれですね、台座がもう低くなってる感じですけど、回してくれてますね。いいですね、いいですね。美しいです。おっと、でもこの回してる人はちょっと、おっと危ないね。ちょっとこのやっぱり出しが大きいんでね、上に乗ってる人とか、この回す人とかって結構ね、かなりお祭り中は緊張感があると思いますね。あ、これは折れるタイプのものですね。台座が低くなってる上に、上もこうパカッと折れるんですね。毒蛇もね、笛の講習会っていうのがお祭りの前によく前はあって、今年あったか分かんないんですけど、一回行ったことがあって笛覚えて出たことがありますね。でも普通のねぶた林しか吹けなかったです。その戻る時のお囃子まで覚えられなかったですね、1週間では。しかももう忘れちゃった、もう吹けないと思いますまあでもね、本当に毎年出てる人とかね、楽しいでしょうね。ベイビーもまたスイカの灯籠が可愛かったんでね、なんか蛇の灯籠とかを持って参加したいですねって友達と話してましたけど、いいんですかね、勝手に変な絵を描いて灯籠を持って参加して、ちょっとよくわかんないですけど、もしかしたらそのうち毒蛇の可愛い手持ちねぶたで参加してる誰かがいるかもしれませんね。あとこれ誰かのインスタで見たんですけどね、これ万華鏡みたいになってるんですよ。本物が見られてちょっと嬉しいっていう。ここにこう万華鏡みたいに、すごくないですか。これどうなってるんですかね。これ一瞬しか見れなかったんですけど、なんというクリエイティブなね。なんかオーソドックスな雑誌もちろん美しいんですけど、こういう遊び心があるといいですね。電線に備えて縮んでおりますね。でもさらに縮んでコンパクトに
これすごいですよね。どうなってるんでしょうね。もうこんなちっちゃくなっちゃうんですよ。トランスフォームって感じですよね。このこういうトランスフォームするタイプのレプタのミニのやつとかあったら欲しいですよね。この一緒に見てた友達もこれどうやって収納してるんだろうねみたいな、気になるじゃないですか。このでっかいのがこう縮んでいくミニチュアの出汁とか売ってないですかね。ちょっと欲しいですね。あとね、土手町にこうぶら下がっていた金魚ねぶたね、夜やっぱり明かりがついてますね。金魚ねぶたもね可愛くて欲しいよねって言ってたんですけど、結構バレーボール部ぐらいのサイズあるんで、なんですかね、おにぎりぐらいのサイズの金魚ねぶただったらベッドルームの明かりとかに可愛いかなって思って。売ってるんですかね、そういうちっちゃいのって。ぜひね、あの明かりが取れるおにぎりサイズの金魚ねぶたとかを売ってほしいですね、もし売ってなかったら。でも弘前のベッドルームはだいたいそれが置いてあるみたいなのにしたらどうでしょう。ホテルとかさ、可愛くないですかね。弘前のホテルにちっちゃい金魚ねぶたを置く案、誰かどうでしょうか、採用してくれないでしょうかおっと、こちらも美しいですね。くだらないことを話している間に電線の下を通るためにまたコンパクトになっていましたね、こちらもね。これトランスフォームかっこいいですよね。昔はこうじゃなかったんじゃないですか、すっごい初めの頃とか。やっぱりこう進化してるんじゃないですかね。こう変わっていくものと変わらないものがこの共存するのがこの伝統文化の楽しいところですよね。あ、いましたね、担いでる人たち。担いでる人たちやっぱりちょっとすごいなって思いますね。あとこの本体を回してる人たちもいいですよね。やっぱこの肉体の躍動を見るっていうのも祭りの一つのね、盛り上がり感じますよね。いいねって思いますね、やっぱり。あ、これなんか JR のキャラクターつなにゃんって友達が言ってた気がするんですけど、自信ないですね。ちょっと動画撮る前に調べようと思って忘れてましたけど、なんかつなるだからつなにゃんとか言ってた気がするな。違った、ごめんなさい。なんかすごい今年のねぶた前半の方が結構雨が降って後半は大丈夫だったんですけどね、その雨の時になんかすごい雨ですごい濡れちゃって大変なことになってたけど、綺麗に治ったんだねって友達が言ってたんで、やっぱ雨でね色がこう流れちゃったところとか、頑張って皆さん日中直してた団体の皆さんも結構いたんですかね。僕蛇はちょっとその雨に打たれた姿を見てないんで分かんないんですけど、噂によるとそんな話してましたね。このね、手を振ってるのに手を振るのがすごい盛り上がるんですよね。自分に振ってくれてるのかなと思って、みんなでわーって手を、大人も子供も、子供もやってたかも分かんないけど、周りの大人の人もみんな手振っててなんかいいですよね。すごい祭りって感じですよね。オープンマインドだなって感じで楽しい。これすごいです、これも若さ感じる。この人たちの盛り上げてくれる感じがすごいんですよ、エンターテイナー集団。笑顔で手振ってくれて、ぐるぐる回してよく見せてくれて、めっちゃ盛り上がるって思ってたんですよね。なんかすごい若い感じがしますよね、この人たち。そしてさらに盛り上げて何かと思うと、なんとかね、この人たちこれをですね担ぐんですよ。よいしょ、すごくないですか、めっちゃ重いと思いますよこれ。でさらにリフティング、すごいですね。これはちょっと持ってみたいですね、一瞬だけこれそのコースの中で何回かやってると思うんですけど、いやーもうこれはみんな拍手
手してましたね。毒蛇も一回カメラを置いて拍手をして手を振ってしまいました。盛り上がりすぎて。これ私の手です。楽しかったですね。なんかこう一緒に応援して一緒に参加してる感じになりますね。そうですね。出汁がね例年よりは少なかったみたいなんですけれども、7時半くらいから9時くらいまで、1時間半くらいは見てたんですけど、すべての出汁ね。でもなんかもうあっという間って感じでしたね。え、もう終わっちゃう？え、もうそんな9時なの？っていう感じでした。久しぶりに見たからっていうのもあるのかな。でもそんな出汁がね少ないっていう感じもしなかったですけど、ざっくりですけどいつも80団体ぐらいが40何団体だったと言ってた方もいましたね。例年に比べるとちょっと少なめということなんでしょうけれども、結構久しぶりに見て満足でしたね。またこれはねちょっと大きいねぶたじゃない感じ、大きなねぶたでしたけど、これがどんどん縮んでいってね、まあコンパクト、すごいですね。どういう作りになってるんでしょうか。面白いですね。このトランスフォームするのが本当見どころと思っている毒蛇です。皆さんもそうなんでしょうか。やっぱりでもいろいろ工夫を凝らしてると思うんでね、はい、楽々電線をくぐり抜けていきました。美しいですね、はい、そしてこちらのタイプはこう出汁の上の方を折り曲げたら中にも絵が描いてあるというか団体名が描いてあるみたいな作りですね。内側にこうライトがついてたりして、ライトだっていうところなんですけど、ここは団体名が、残念ながらでも後ろの絵が見えなかった。顔見せてねって思って、また実際そう言ってますこれちょっとね場所によってはね両面よく見えないところもあるんですよね。一番最後のところなんか力を振り絞ってぐるぐる回してくれるところもあれば、ちょっと手前でね、人のところで回して、ここはこうターンするだけっていうことなんですね。全部見たいってね、なかなかね、難しいんですよね。ここも担いでますね。これずっと最初から最後まで担いでるわけじゃないとは思うんですけど、そうだとしたらもう恐ろしくすごいですね。力自慢ですね。スピーカーを持って掛け声をかけたりお話ししたりしていて、平川のねぷたを見に行ったことあるんですけど、平川のねぷたってこういう感じで上にいる人が結構 DJ みたいにみんなに呼びかけてきて、それはそれでなんかすごいポップで楽しい、みんなでやってるって感じで楽しいノリだなと思ったんですけど、弘前のねぷたで上から声をかけるところはなかなかあんまり見たことないかも、珍しいなって思いました。
いろんなカルチャーがありますよね、はい、ここはですね折り曲げたら内側にも同じ絵が描いてるのかと思ったら違う絵なのかな、あ今ちょっと確認できなかったけど同じ絵だと思ってたけど違うのかも、2回楽しめるみたいな作りなんでしょうかね、今見返せないけど皆さん戻って見てみてください、どうなってるか、はい、と思っていたらあっという間に本日終了の文字が目の前を通り過ぎました。いや楽しかったけどあっという間でしたね本当に。はい、みんなこんな感じで帰っていきます。美しい月のかかる夜でしたよね、なんかお祭りの夜って感じでいいですね。はい、そんなわけで、久しぶりにコロナでお休みしていたねぶたが復活して、ゆっくりとねぶたを楽しむことができた2022年、弘前ねぶた300年祭の模様を毒蛇が現場からお伝えいたしました。いやお祭りは本当にいいですね、また来年も楽しいねぶたができるといいですね。では皆さん本日も良い一日をお過ごしください。